イメラジオ第4378回、今日令和4年12月10日土曜日です。時刻は午前11時半、あと30分で正午になる、そんな時刻。窓を開けての放送、空が青いですね。師走の空です。太陽も輝いていますよ。一年で一番日が短い季節のはずなんですが、こんな穏やかな太陽、よくはまっていいなと思います。さて、4378回目。今回は帝国市民と AFD、こんなタイトルでお話ししましょう。帝国市民と AFD。ガイヘスブルガー帝国市民という団体が力ずくでドイツの連邦議会を占拠して、そしてクーデター、ドイツ語ではプッチって言いますね。そのクーデターを起こして、あの新しい国家を作ろうとしていた。本気かと思っちゃいますが、どうやら大真面目で頑張っていたようです。あのハインリヒ13世というお名前で出てくるお方も、新しい帝国では王になる予定だったんですね。もう首相とかそんなんじゃない、王になる予定だったようです。ですから血筋が必要だということで、あの方が選ばれていた。ちなみにこの人はハインリヒ13世なんですけど、あの実業家だったらしくてね。で、一時期羽振りが良かったらしいんですけど、その後実業から身を引き、でどうしてんのかなと思ったら、こういう文脈で登場した。さて、その帝国市民という団体が、まあクーデターやろうとした、でそれが未然に検挙されたという今回の事件なんですが、一緒に論じられているのがドイツのための選択肢 AFD ですから、今回は帝国市民と AFD、 こんなタイトルでお話しましょう。ドイツ市民も今仰天していて、ですからこの帝国市民と AFD という関係もみんな心のどこかで思いながら、なかなか論じきれていない、そんなお話だと思います。イメラジオでお話しましょう。 AFD というのは、まあ、ドイツにおける右派政党、ただしあの日本では極右政党と呼ばれることが多く、でドイツ語で聞いていてもエクストリームレヒトというこんな言い方をしていますね。極右という意味です。エクストリームライトってやつ、英語で言えば。ところが、まあブンデスターク、ドイツの連邦議会に議席を占める、まあ、政党でもあれば、もうそんな過激なことは言えない。ですからとりあえず自由とか民主主義とかというドイツの基本ですよね。そして西側社会の基本、これはもちろんこの AFD も守ると。けれど移民政策についてメルケルがやっていたような、あの誰でも彼でもドイツに入れるとか、あるいはあのドイツの、まあ、国柄ですよね、ドイツの国柄をどんどん変えていくような、そういう政策については大反対と。で、この AFD が最初は旧東独の地域で支持を広げ、やがてドイツ全体に広がっていって、今ではもう連邦議会である程度の存在感を出すようになった。そして今回逮捕された帝国市民の一員として逮捕された女性に、ビルギット・マルザック・ビンケマンという人いるんですよ。ビルギット・マルザック・ビンケマン、この人は AFD の
連邦議員、つまり国会議員だったわけですね。で、今はベルリンで裁判官もやってる。なんかハキハキっとしたドイツ語を話す。しかし言うことはズバッという、なんか杉田水脈みたいな、なんか日本で言うと、まあ、そういう感じの、ただ杉田水脈と違ってかなりふっくらしたお方ですけどね、女性で。で、その人も今回逮捕された。で、この人は今 AfD とどういう関係なのかは不明です。AfD を離党しているのか、AfD とつながりはあるのか、今不明です。AfD からも発表がありません。けれど、まあ、AfD の連邦議員だったことは間違いないんですね。このビンケマンさんは。で、この人がもう今は、もう完全に帝国市民の一員として、新しい政府ができた暁には、その法相に就く予定でもあったというんだから驚きです。現役の裁判官。でさ、この AfD なんですけどね、実は一枚岩では全然なく、そのドイツのための選択肢っていうこの政党にもういろんな人が寄ってるんですよ。ですから、そうですね、3年ぐらい前でしたか、 AfD が伸びてきた、国会にも議会にも議員を出すようになった時、その AfD をずっと支えていたペトリっていう女性がもうこんな党を辞めるっていうふうに言ったっていう、そういう、まあ、話題になった事件がありました。で、このペトリがなんで辞めたか、 AfD を今まで自分が育ててきたのに、やっぱ AfD の中の過激分子に手を焼いてもうどうしようもなくなったからというのが当時ささやかれた意見ですね。ペトリ自身ははっきり言わなかったんですよ、自分がその AfD を離党するというそのことについては。というようにですね、 AfD としてはもう議会に席を占める以上はもう受け入れられる、社会に受け入れられる政党にならなきゃいけないはずなのに、その AfD にはやっぱり非常に過激な者たちも寄っていたわけですよ。で、その者たちがそれぞれ分化していって、例えばビスマルクの相続人とかね、こういう団体立ち上げたり、あるいは王の国ドイツとかこんなん立ち上げたり、あるいは憲法改正集会とか、これドイツ語をそのまま訳してるんですけど、あるいはドイツ帝国、ドイツ帝国というこういう政党とか、もういろいろあるんですよ。それが AfD を中心に、けれどそこから分化するような形でできていったわけです。で、この今回のライヒスビュルガーというこの話題になっている団体も AfD から出てきた一派と思われます。このライヒスビュルガーがどういうふうに形成されていったのかが英語見ててもドイツ語見てても今一つよく分からず、ですからおそらくと言っておきます、おそらく AfD を最初は中心とした、まあ、極右勢力がだんだんとより過激化していって、で、そのうち一番すごかったのがこの帝国市民ライヒスビュルガーで、そこにAfD の連邦議員もやってた女性が加わって今回逮捕された。彼女の家も家宅捜索されたという報道です。で、 AfD はまあ、過激な分派がいっぱいできたと申しましたが、それ無理からぬところはあって、 AfD の執行部もですね、例えば今のドイツをですね、ベゼッツテスラントとこんな風に呼んだりしてたんですよ。これ要するに占領された国って意味ね。だからドイツは独立してないと、アメリカによってベゼッツと占領された、オキュパイって動詞ですね、英語ではオキュパイドカントリーってやつですよ、英語で言えば。その占領された国なんだ、
ということを、まあ、AfD の執行部も、まあ、これまで平気で言ってたわけですよ、その集まりで。で、当然そういった言葉はそこからどんどん派生していく、あのさっきの分派で、おそらくはあの帝国市民もその一つだったと思われますが、そこに受け継がれていくわけです。だから今回のこの、帝国市民に対する一斉検挙、そして彼らがあの企てていたこの計画、これが、まあ、露見したわけですね。そこにこのドイツのための選択肢っていう AfD はあの関わり全くなかったとはちょっと言いにくい、そういうあの立場でもあります。今困ってると思いますよ、 AfD の執行部はね。で、ここであの対応を誤るとAfD はもう壊滅するその可能性があると私は言っておきましょう。とかくあのまあ右派というのはこういう陰謀論に走りやすく、このライヒスビュルガーみたいに帝国市民ですよ。そしてあのともすればこういう計画も立ててやろうかなという誘惑に駆られるわけですね。まあ、日本の右派にここまでの覚悟があるような人いないし、でなくていいんです。これはあの日本の右派は そこら辺はまだ良識あって、あのそりゃあの自由と民主主義っていうのがとりあえず今の日本のもう根本なんだっていうことは、これは多分行き渡ってる。だからこういう動きが、今回の帝国市民みたいな動きが日本の、まあ、右派勢力にない、あるいは保守勢力にないというのは、これはあの間違いないと思います。がですね、あの、まあ、その日本の右派あるいは保守にもこの陰謀論が行き渡ってるわけでしょ。だからそのことを考えると、やっぱり今回のこの事件は人の振り見て我が振り直すっていうあのいい例かなと。そして日本の右派または保守勢力にとって AfD というのはある種親近感を持って見つめられていましたよね。 AfD が極右と呼ばれて、あのドイツや欧州でいじめられているけれど、その言ってることはまともで、移民政策に対してもドイツを取り戻す、そうですよ、 AfD はドイツを取り戻す運動だったんだけれど、それがこのような形であの話題にもなってきている。帝国市民との関係が無関係でもなかろうというふうに言われてもいる。これは非常にあの身につまされる話でですね、まあ、だからこそこの夢ラジオでもお話しております。ですから今回逮捕されちゃったこのビンケマンっていうあの女性ですね。で、彼女がこれから、まあ、もしシャバに出てきてどういうあの発言するのか注目ですよ。ドイツではやっぱ大騒ぎになってるし、世界的にもこれは非常にショックを与えた事件。日本ではどう報道されてるのか分かりません。なんか日本人はなんかふうんって感じかもしれないけど、これはあの注目しなきゃいけない、そういう事件ですね。特に日本の保守勢力、保守がいいななんて日頃から思ってるんだったら、これはあの避けて通れないお話だと思います。夢ラジオ第4378回、今回は帝国市民と AfD、 ありがとうございました。